はい、それでは第3回目ですね、戦国大名と豪商が担った桃山文化ということで、文化の話をします。で、安土桃山時代という言い方がありますが、安土城というのは信長の作った安土城ですね。で、桃山城というのは伏見城というね、城があって、京都にある秀吉のお城です。だから人によっては、これ信長秀吉の時代っていうのは安土桃山時代っていうので、安土城と比較できるのは実は大阪城なんじゃないかということで、安土大阪時代って言った方がいいという人もいるんですね。だけど実際には秀吉は京都の伏見城を中心に政治を行おうとしていて、で、もう一つ大阪城あるんですが、大阪城よりも伏見城の方を重視していたっていう人もいて、で、そっちの立場を取ってる人がこれを名前つけたんでしょうね。安土桃山時代ね。一応いろんなのがありますが、これは信長と秀吉の時代ですよと、両者の代表的な城の名前を取りましたよということです。で、文化でいうと、これ桃山文化なんですね。戦国時代の文化の中で、特に桃山文化は実は、なんで桃山文化だけかというと、実はすごい富が集中するんですよ、秀吉ね。で、秀吉の豪華な、性格も、派手なね、性格も、相まって、とてもきらびやかな文化が誕生していきますので、これはね、文化っていうのは、秀吉のその個性が色濃くこう残って、反映されたものですよということですね。はい、じゃあ見ていきましょう。まず戦乱期の文化ですが、城に天守を築くっていうのが特徴的です。で、普通その戦国時代の城って城が見えちゃいけないんですね、あんまりね。その森の中にあったりして、どこにその中心部があるか分かんない。で、その方が、攻撃する側からすると不気味だし、逆に分かっちゃうと、ね、あそこだっていうことで攻めやすくなっちゃいますから、それは山の中とか森の中にあって、で、分かりにくいような状態になってるということなんですね。でも、だんだん平和になってくると、平和になってくるというか、その天下が統一されてくるとですね、今度は巨大な建造物を作って遠くからでも分かるようにすると。で、これは現地の人たちが、ああ、この人が支配者なんだということを分かるようにでかい建物を作るんですね。で、巨大であればあるほど、こんな財力がある、大名に自分は勝てないっていう気に、させることができるということですね。なので、天守閣とも言いますが、こういったものを築くのが主流になってきます。代表的なものがこの安土城でしょうね。信長は非常に高いね、安土城というのを作って、遠くからでも見える。で、ここにすごい人が住んでるんだ。だから、この信長様にね、逆らうっていうことはもう思わない方がいいよっていう、そういうメッセージが実は天守にはあります。はい。で、そうなると、じゃあでかいもので、中が何もない空洞ってのはちょっとなんか変な感じなので、中入ってもすごいってことにしなきゃいけないですね。で、そうすると、襖一つ一つに絵が描いてあったりとか、それから襖と天井の間に彫刻が施してあったりとか、細かいところをいろいろですね、豪華にしていくわけですよ。で、有名なのが狩野永徳という人物で、この人が、描く屏風絵ですね。はい。狩野永徳というのは、洛中洛外図屏風とかで有名ですね。織田信長が狩野永徳に描かせて、それを上杉謙信に送ってるということですね。現在でも山形県に、存在する、その、洛中洛外図屏風、国宝がありますね。はい。唐獅子図屏風とかね、檜図屏風とかいうのも、狩野永徳の作品でとても有名なものです。はい。そして、次、茶の湯で、交流するということで、これは戦乱期の文化としてとても有名です。担ったのが千利休。これも信長とかね、秀吉が見出してくるわけですが、お茶の世界ですね。で、信長とかやっぱりすごいなと思うのが、彼はやっぱり、土地を支配せずに、お金の流れを支配して大名として
君臨している人ですから、まあ、お金というものをいろいろ考えていくんですね。で、土地にはやっぱり限りがあるので、どういうふうにして褒美をあげたらいいかっていうのをいろいろ考えたら、土地を与えるには限界があるので、すごく高価なものを作ってそれを渡すっていう手に出るんですね。で、そうなってくると、茶の湯というその、まあ、茶会ですね、茶会でそこで、めったにないいい出来の茶器、茶碗とか、ですね、湯を沸かす釜だとか、そういったものを茶器をですね、作っていくわけですよ。で、これを褒美として与える。で、千の利休はその目利きといって、どういうものが優れているかっていうのをこう見抜く目がありますので、まあ、ここでこの人がすごい、この人はすごいと言わせる、で、これはすごい、この茶器はすごい値段だと、で、どれくらいだっていうことを、まあ、言っていくわけですよね。で、その効果に、なっているものを褒美としてあげる。で、これが結構成功して、本当に城とか土地よりもその茶器が欲しいっていう大名が結構増えたんですね。で、そもそもこの茶の湯というのがなぜ重要かというと、やっぱり戦国大名同士戦ってますから、この戦う時にですね、ちゃんと気持ちを一つにしなきゃいけないっていう意味で、そういう茶会があったり、または対立している者同士が仲直りをすると、和平交渉をするんですね。で、この時の、まあ、セレモニー、儀式としてこの茶の湯を使ったりとか、まあ、いろいろしたんですよね。だから戦国時代という時代に特に必要な、まあ、会合であって、その時に使う道具というのも実は褒美として与えたり、相手へのプレゼントとして、まあ、大名同士をつなぎ止めるものとして使われたり、まあ、そういったもので非常に大事な文化になりますね。はい。まあ、後にこの千利休というのは秀吉によって切腹が命じられますが、まあ、いろいろな説がありますね。どちらかというと千利休は黒が好きなんですけども、秀吉は金とかね、派手なのが好き。で、この価値観の違いが対立を生んだんじゃないかっていう人もいれば、そういう身近な説もいればね、秀吉は朝鮮に出兵しようとしてたけど、千利休は南の方の東南アジアの方に出兵しようとする考えを持ってた。まあ、だから千利休って非常に政治的な人物ですので、政治的な発言をしてるんです。単にお茶を立てる人じゃないんですよ。はい。まあ、そういった外交方針の違いからぶつかってしまったんじゃないかっていう説までいろいろあります。はい。次、丸二、海外からの文化ですが、これヨーロッパの影響を受けた南蛮文化というのがありますね。で、この南蛮文化、まあ、前も言いましたが、南蛮というのはスペイン人、ポルトガル人のことを南蛮人と言い、彼らから、まあ、受けた文化というのを南蛮文化と言います。うん。まあ、そうですね、西洋風のその、絵画というのも、それをこう受けてね、いろいろこう書いた人も、まあ、日本人の中でたくさんいまして、南蛮屏風というのを書いてますね。南蛮屏風って西洋人のことを書いているものなんですが、これは日本人が書いた西洋の絵ということになります。はい。で、最後ですが、庶民の文化です。お国、これね、出雲出身、出雲、島根県のね、出雲のお国って言ったりしますが、お国の歌舞伎踊りっていうのがあります。うん。これ面白いですね。ひらがなで歌舞伎って書いてありますが、歌舞くっていうのはこう傾くと書くんですよね。だから結局なんかもう不良って感じですかね。ちょっとこうアウトローみたいな、ちょっとこう普通の人じゃないという感じですね。で、そういったものが、踊っている。で、これを、まあ、女性中心にね、お国って女性ですから、まあ、それを娯楽になっているんですが、これが広まっていくんですね。で、広まっていくと、結構こう、それが、いろんな人が集まってきますので、お金も動いていくと。で、いろんな人の中で、そうですね、この歌舞伎というのが、
名前がですね、今は漢字で書きますが、踊って歌って演技をするという字を当てましたね。だからこれすごいですよね。歌舞伎、歌って踊って演技をするという字を当てた。まあ元々は傾くという字だったということです。次、三味線っていうのがね、誕生します。これは三線という、沖縄の、楽器があるんですが、これが起源になっているものです。で最後ですが、人形浄瑠璃、これは人形劇ですね。これは江戸時代の真ん中辺の、元禄文化の時に、これは人形浄瑠璃ってとても人気になるんですが、まあ、この頃からですね、人形浄瑠璃ってできてきましたよっていう感じです。はい、まあ、非常に戦国大名の作った文化というのが、これ戦国期からそうですね、秀吉に統一されてくるまでですね、徐々にこう一つになって富が集中していくと、まあ、豪華な文化になっていく。でこれが桃山文化ですよということですね。はい、では今回これです。桃山文化の特徴を戦乱とのつながりの中で説明してみましょう。はい、これをちょっと考えてみてください。はい、以上で終わります。